上級ウェブ解析士カリキュラム委員会リーダーインジョップですね、させていただいております石本と申します。ニュービギンゼロというね会社でやっておりましたが、ちょっと今年の4月をきっかけにですね、ちょっと会社の方をですね新しく株式会社ともしびということでですね設立の方をいたしました。このイベント来ていただいている方で、まあ、私のところで試験を受けていただいたりとか、講座ね受けていただいた方もいらっしゃるかと思いますが、今後は、ウェブ解析士の、サイト上でもですね、この株式会社ともしびということでですね、登録の方しておりますので、まあ、引き続き、ご愛顧の方どうぞよろしくお願いいたします。まあ、経歴としてですね、まあ、基本関西に住んでます。で、関西大学の法学部で、昔は結構本気で、弁護士目指してたんですけども、ちょうど大学2回生ぐらいの時ですかね、まあ、アフィリエイトを始めたそうしたあのインターネットビジネスにちょっとうまくいってしまった時期があってですね、それをきっかけにこういったウェブの業界に入ってき、たということになってます。でまあウェブ解析士マスターを資格を取得してですね、今は主に、このウェブ解析士だったり上級ウェブ解析士の講座であったりとか、あとはこの委員会活動ということで、この上級ウェブ解析士カリキュラム委員会の委員長と、あとエキスパート委員会っていうね、Google アナリティクス講座であったりとか上級 Google アナリティクス講座、こちらの、カリキュラム編成している、委員会の方でも、まあ、常任委員として活動させていただいております。でまずですね、一番最初にこの上級ウェブ解析士とはっていうところにご説明になっていくんですけども、ウェブマーケティング、ウェブ解析に関する高い知識を習得しておりますね、データの正しい認識ですね。で、ここ非常に大事なところです。クライアントおよび、社内経営陣、上長ですね、に対して、説明だったり、説得だったりですね、この新しいこう取り組みの施策、これを提案することができると。つまり事業の成果につなげるコンサルティングができることがこの、ウェブ解析士、上級ウェブ解析士に求められることになっています。なので、まあ、簡単にこうウェブ解析者の違いって何ですかという話になってくると、ウェブ解析士って皆さんこう学んだ時ってこうテキスト見てですね試験受けていただいて、合格して、まあ、ちょっとね、認定レポートの方提出していただいてたかと思いますけども、まあ、ニュアンス的にはウェブ解析士はウェブマーケティングの知識を体系的に習得して、それを実務に活かすことができると。で上級ウェブ解析者というと、まあ、クライアントもしくはですね上司経営者とかですねその意思決定者の、パートナーになるですね意思決定者を動かすことができるっていうものが、上級ウェブ解析士に求められることですので、プロの視点でこのコンサルティングができる解析士っていうものが上級ウェブ解析士で、上級ウェブ解析士に必要な能力というところで、まあ、上級ウェブ解析士でどんなことを学ぶのということにつながってくるんですけども、まずフレームワーク使います。マーケティングフレームワーク、ビジネスフレームワーク使って事業分析ですね、まあ、自社がどういう位置にいて競合がどこでターゲットは誰なのかね、そうした分析をですねしっかりする能力をまず身につけていただきます。そして2番でですね、売上や顧客などの事業に関するデータですね、このマーケティングに関するデータの分析ができる能力、まあ、ワーク用を通してつけていただきます。そして3番、分析結果をもとにですね、クライアントとか自社の事業の成果につながるですねマーケティング施策の企画立案と提案ができる、これですね結構こう上級ウェブ解析士講座の、まあ、醍醐味でもあると。計画立案ですね、これができると割と会社の中でもヒーローになれると個人的には思ってます。例えばこの広告予算ね100万円あるから、100万円はどこに使おうか、まあ、例えば Google 広告に50万円、 Yahoo に30万円とか、Twitter、Facebook で10万、10万みたいなのと考えるかと思うんですけども、実はですね、上級ウェブ解析士で学ぶ計画立案、これをしっかりマスターしていただくことでちゃんとまず目標設定をしてですね、いくらの売り上げにするのか、いくらのコンバージョンを達成するのかっていうものを決めていただいた上で、そこでですね、その目標ゴールから逆算してですね、この広告に、これだけの予算を使ってこれだけのセッション、獲得すればですね、目標は達成できるだったりとか、この直帰率をこれだけの直帰率に下げてですね、フォーム離脱率もこれだけに下げることによって、実は広告予算100万円使わなくても50万円でもこの目標が達成できるだったりとか、そうした、高度な、提案ができるようになってきます。これできるようになると割と、説得するときもですね、数字見せながら説得すると結構上司の方動いてくれるかなと思いますので、そこが結構ねこの上級講座の、醍醐味だと個人的には思っております。まあ、その結果ですねクライアントとか経営者意思決定する人のパートナーになるということですね。コンサルタントになるために必要なことということで、上級講座なんですけども、もちろんね、知識を学ぶ生かし方を学ぶということはもちろんなんですけども、仲間が増えます。同じ同期であったりとか
もしくはですね、何か困った時にですね、質問ができる上級ウェブ解析士とマスター専用のですね、メーリングリストっていうものがありますので、そちらを使ってですね、いろんな仲間とこうコミュニケーションを取ることができるようになっています。なので、まあ、ここに、ね、必要なこと一番でアウトプットして信頼される存在になるってことですけども、やっぱりそのコンサルタントとしてですね、一流というかしっかりしたコンサルタントになるためにはですね、ご自身の持っている知識をしっかりとこうアウトプットしていってですね、周りからなるほどそういうことなんだねということで、受け入れていただくことによって、信頼を高めることができます。で2番ですね、自分がなりたいコンサルタント像を明確にするということで、上級ウェブ解析士はですね、ウェブ解析士と違って、ウェブ解析士は、試験だけ受けても合格、資格を取ることができますので、まあ、もしかしたらそのマスターの方と直接つながりがないという方もいらっしゃるかもしれません。ただこの上級ウェブ解析士の講座は必ずどなたかウェブ解析士マスターが、講師として担当します。その講師の方がですね、この受講していただいた皆さんがですね、理想のコンサルタントになるためにですね、導いてくれます。なので、しっかりとですね、自分自身がどういうコンサルタントになりたいのか、これを明確に、してですね、受講を、望んでいただければいいのかなと思います。であとですね、この3番から5番ですね、必要なことということで、まず経験ですね。やっぱり経験がないコンサルタントに依頼するクライアントはいませんよねと。で、この上級ウェブ解析士受けていただくとですね、実は経験がない方もですね、必ず一つは、このコンサル経験をするということになります。その相手は、ウェブ解析士協会です。上級で学ぶことっていうものは、もちろん知識の習得もありますけども、ウェブ解析士協会というね、その組織に対してですね、コンサルをすると、最終的に終了レポートというものがありますけども、私はこういう提案を出しますということですね。コンサルをするのが、この上級講座の一連の流れになっています。なので経験がない方も、このねウェブに関して結構ゴリゴリのね業界であるウェブ解析士協会っていうね、結構高度な組織を相手取って、コンサルすることができますので、そちらで経験として力をつけていただくことができます。そして4番ブレーンですね。これは先ほどもお伝えしましたように、仲間を作ってですね、相談し合える仲間ができればですね、やっぱりこうご自身一人でですね、全て解決することってできないことが多いです。自分の知見の範囲外だったりとか、そうしたことに対してなかなか対応できないという時もですね、このブレーンであったりですね、あとはその上級ウェブ解析士のメーリングリスト、こちら活用することでですね、分からないことを質問したら、それに対するこうしたらいいですよという回答が返ってくることによって、しっかりとクライアントに対してコンサルすることができると、まあ、そういう仕組み体制ですね、整えられております。あとは覚悟ですね、これはもう覚悟を持ってコンサルしましょうということで、しっかりと責任を持つことが大事なんですけども、客観的であることが非常に大事になっています。当事者自体になってしまうと、失敗しちゃうんですよね。客観的になること、これがコンサルタントの条件となっています。